例えばですね、スウェーデンのヨーテボリにいます。ヨーテボリの今どこにいるかというとですね、まあ、結構大きな通りなんですけど、バストラ、ハヌンガタン通りですね、今やるところです。結構大きいですね。この辺りレストランとかね、カフェとか、ね、ショップ結構多いんですけどね。でこっちがね、遊歩道なので車が入れないところ。でこの辺り大聖堂もあるんで、大聖堂とか行きたい人が多分行く人っていうのはね、この辺りを通ると思います。うん、なかなか落ち着いてます。すごいね。あれはトイレですね、公衆のトイレ。トイレ利用したい人はコイン持ってればね、入れるんで。